を前後に動かす運動をしていきます。でまずこのボールを見ていただいて、ちょっと横向きになるんですけれども、こう手でですね、こうまず骨盤を前と後ろにこう押す、手でちょっとサポートしてあげるような感じで押していくとちょっとやりやすいと思いますので、今度はボールを使ってやっていきたいと思います。で今度はですね、挟まずにこの仙骨、この仙骨って三角になっている部分があるんですけど、これを手の甲で交差させて押すような感じ で、ちょっとこう 手の甲でこうボールを押して骨盤を動かすような感じで押していきます。でこう戻すときなんですけれども、この反発し合うような感じでこうただクッて動かすんじゃなくて、少しあの腕に少し力を入れた感じでちょっとボールをこう押しつぶすような感じでしてみてください。できますかちょっと手の甲でこうグッと押して動かして、戻すときはちょっと力を入れて反発するような感じで戻していきます。